いやあ、刹那圭介だよ。今回もやっていきます、仏念世界。あれ、これだったっけ？一人しかおらん。あ、そうか、別れたところだったっけ。前回は軽くおさらいしたけど、軽くしすぎてさ、いまいち何が何だったか覚えてなかったりする感じです。こっちまっすぐに行こうとしちゃったんやっけ？何ですか、これ。何なんですか？何これ？あー！何これ？何て読むんですか、これ。何々に、おの豆腐、もうご了承。おの豆腐取ってきたよ。おの豆腐取ってきましたよ。見てください。先ほどから飛び跳ねていたカエルが、何とかに飛びついたんです。騎乗も、騎乗ってもんか知らんけど、騎乗も鬼の住む場所から札を見つけてきました。カエルや子供ですら頑張り、結果を出したというのに私は。頑張れば必ず結果は出るんよ。カエルさんもずっと頑張っとったんよ。私は書道の志していましたが、才能のなさに自己嫌悪に陥り、諦めようとしていました。ですが、自分の努力が足りないことに気づきましたよ。ありがとう。書道家を目指すことにしました。騎乗も、この世界から無事出られることを祈っています。ありがとうございます。ああ、これ、花札だったんだ。オッケー、ゲットで、こっち行ったらどうなる？ああ、まだやる。まさかまだなんか残ってないんかなっていう感じでちょっと見てみようか。何ですかこれは。太鼓ですね。ああ、しまった。やばい、あと一回して、やめときゃよかったな。あ、そうなんですか。よかったよかった。あぶな。別になんもなかったんや。花札でないわ。短冊がまだ残っとんかなと思っとったんやけど、そうでもなかったらしい。で、あの上の何？ちょっと気になるんですけど、とりあえず終わったってことでいいんかな？ヤクを作ればいいんだ。とりあえずヤクル作らないかんのじゃ。もう大体入ったもんな、これ。ヤクだわ。あとヤク作ればいいんだ。太鼓の後ろの壁に、鬼門の入り口って何？何それ？え、さっき太鼓あったけど、もしかしてそれなん？え、何もないとか言おったん？おっさん。何かあるんちゃうんすか？よっしゃ。あれあれ、え、これ止まって、あ、しまったって感じでもういいや、もう。あー、よっしゃ、動け。え、なんもないっすよ。なんもないっすよ。あー、こっちだ。これだ。やったー。で、短冊。あるやん、おっさんあるやん。欲しいもんあるやん。あーお。でも大丈夫。戻ってこられるから。というわけですよ。短冊ゲット。あれ？赤タンって何？もう赤タンと短冊違い分けんでもいいような気がしてくるんやけど、まあいいや、もう。とりあえず、ヒントを元に手に入れてきましたよ。あーと、コンボっつうか、ヤックを作らんかったら。松、桜のやつ終わった気がするんやけど。え、やったっけ、これ。ゴーヒカリ、松、桜、なんとか。なんとかが3つもある。あ、でもだ。入る必要はない。ああ、松は作らないかんのな。海は関係ない。やったっけな、これ。あ、もう全部外そう。で、桜、なかったよな。おい、おっさん。松、桜、なんちゃら。あるんかな。ここなんかあったっけ、まだ。これもある。
たー、これだ、よっしゃー、これ何、あーし、12月、お、なにこれ、新世界の地みたいになってる神が、あ、飛ばしてないなまあ12月なんでしょ、神々のなんとか、すいません飛ばしてしまいましたけど、まあ神々のなんてらの12月ってことで、うん、ここには法王がいるはずさ、この世界から出る方法を知ってるかもしれない、マジで法王、あの鈴の塔だったか知らんけど、そういうところにおる法王か、天界の使者と呼ばれている霊長だよ、まあ現実には存在しないんだけどね、まあさあ先に進もう、すごいなここ、あれ法王おらんよ、ユキジ君どうしたん、強い気配が近づいてくる、それが法王か、すごい法王すごい来たね、すごい威圧感を感じる、これが法王、こんなに大きいん、うちに気がついていないみたい、そうなの、法王の鹿に入れば大丈夫じゃないかな、お法王こっち向いとるってことは、こうこの辺か、おい法王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 、あ、ここだった、視界ここだった、いや俺としてはこう見とるけこうかなと思ってここら辺おったんやけどな、こっちの方行ったんやけど、ここだった、これだった、こうだった法王さん、この世界から帰る方法知っとる、汝はこの世界の生贄で、返すわけにはいかん、赤色だ、赤色がまだ足りぬ、この世界に赤色を満たし色鮮やかに生まれ変わるのだ、今のままでも綺麗よ、この花札な、本当はお父ちゃんのなんよ、あまりにも綺麗やったからうちが描いちゃったんよ、汝はこの花札の持ち主ではないのか、本当の持ち主はお父ちゃん、絵が気に入ったから買ってって買ったって言っとったよ、汝は気まぐれだからな、人間は気まぐれだからな、飽きてすぐに捨てる、信用でけん、お父ちゃんが捨てたらうちがもらう、ずっと大切にする、この子は物を乱暴に扱う癖があるが、それでも彼女なりに大切にしている、大事にしている、僕のその一つだ、え、君は誰なんだ、それにこの子は嘘をつかない、人間では珍しいぐらいにまっすぐな子なんだたまに天然入るけどね、もう一度この子を、いや人間を信じてはくれないだろうか、面白い、同族が認める人間か、もう一度我が人生を委ねてみよう、お、やったー、法王さん、うちを認めてくれたん、そうだよ、この花札を大事にしてあげてね、なあなあユキジ君、さっきのどういう意味、ユキジ君は人間じゃないん、僕はリンちゃんのお母さんが作ったぬいぐるみだ、あ、そういやなんかユキジとかいう名前だったような気がするんやけど、忘れたけどさ、確かそういやそういやそういう、え、狼ちゃうんや、俺てっきりこんな感じやけんな、なんか後半でピョキって狼の耳でも入るんかなと思ったんやけど全然違った、え、ユキちゃん、そうそうユキちゃんじゃ、ああユキちゃんか、スヌーピーって言ったわ俺ユキちゃんって男の子やったんやな、今まで騙していてごめんね、リンちゃんに気を使わせたくなかったし、普通の人間として友達になりたかったんだ、うちもユキちゃんとこうしてお話できて嬉しいよ、あ、ユキちゃんじゃなくてユキジ君の方がいいか、僕はどっちでもいいよ、このユキジって名前もここに来て考えた名前だし、リンちゃんが花札の世界に吸い込まれるときに僕も光に身に飛び込んだんだ、リンちゃんは花札に詳しくないし心配だったからね、ユキジ君おらんかったらうちここまで来れへんかったよ、ありがとうな、よっしゃーユキジ君お前やっちゃな、法王さんから帰る方法聞けんかったな、法王は僕たちを信じて花札になったんだ、絶対に帰る方法はある、頑張ろう、ユキジ君お前いいやつやんけ、なあなあユキジ君、
私の後ろ立ってついてきてくれる人、これまで二人おったんよ。いや、正確には、二個かな。ものだったからね。その二人とも、まあ、二人と呼ぼうか。二人ともさ、最後の最後で敵になったんよな。ウキジ君はそんなことせんよな。約束だよ。指切りゲーマン、嘘ついたらタッコ殴り。指切った。よっしゃ、行こう。これならいけるわ。これなら、ユキジ君が嘘ついてもタコ殴りできるけんいいわ。役やな。今度も役やらないかんのな。知らんわな。桜とキックの2枚。桜とキック。その2枚はあったはずじゃん。これ待ってやけん関係ない。違う。これは何だったっけ？桜。ここ OK。待って。あー、ここ入った、入ってもしょうがないところやん。たださ、この上のこの赤いやつついてないって思うやけど、これはどうやって取るんだろうって感じですね。わかりません。役覚えてない。なんだろう、パスワードとか教えてくれたんやけど、カルタというのいいです。松桜なんちゃらなんちゃら、松桜なんちゃらなんちゃらか。待ってこれじゃなかった。で、これが何だったっけ、桜だろ、なんちゃらなんちゃらっていうのを思い出せんけど、まあこれかな。これはなんちゃらだったっけ、これなんちゃらなんちゃらのなんちゃらじゃなかった気がする。キックだったら覚えてるけん違う。これ外して、これ違った気がする。あ、これあと一つ何だったっけ、足らんのかな。松桜、あー、新しいやつ出てきてしまった。棒とか言うか聞くでーん。あ、これだ。あーっしゃー、なんかわからんけど、やったわ。なんかやわからんけど、ついてしもった。もう、行き当たりまったりで、このことで、このことじゃないんかな。ただ、どうすればいいんだ。役ついたけど、どっか光ったかな。勝手なような新しく光らないパターンか。じゃあまだ役作らなあかん。役眩しいだけかよ。こんなん出てきてない今っていう3枚使ってる。桜とキック、桜とキックだけにしてなかったっけな俺。オッケー、それでいこう。桜とキックね。違うな、これは。あ、キックで、でこれ外して、外して、あ、これ関係ないわ。これか、外すのか。で、これは、これは何だったっけ、松か。桜どれちゃうの、これか、桜。あ、ちゃう。あ、4。え、よし、来ました。投げしゃ、次行くぜ。あ、どこついた。見逃した。これか、これやな、多分これ。6月か。ボタンか。6月ボタンなんやな。蝶が飛んでいるはずだよ。飛んでる。花札の化身かもしれないね。飛んでるけど高くて捕まえれそうにないよ。異界のネズミが、蝶を捕らえる。そんな噂を聞いたことがあるけど。ネズミならうちの家にたくさんおるよ。ここにもいるんかな。でもネズミって飛べる。飛べないと蝶に届かんよね。花札の世界にネズミはいないから、きっと普通のネズミじゃないんだよ。どういうこと。もう高くて捕まえるわけないよな。ここはまだパスなんかな。とりあえずきっと、やったー、青ターン。よう見たら青ターンあったわ。適当に調べることもいいね。とはいえ、今の状況であの蝶を捕まえる手段はなしと見た。というわけで一旦ターン、なんか知らんけどターンって出てきた。そうか、ターンっていうあったな。なんか短冊を集めたらできる役やって、花札じゃないけどそういうのもあったらしい。というわけで紅の札を見つけて消えて、カス、カスってなんだろう。カスってもそういやあったような気がするけど、こんなんだったんや。ここはどんな場所かな。落ち葉を踏む音が聞こえる。ここは重圧の札の世界だね。
ここには変わったアシカがいるはずだ。なんかそっぽを向いてるシカがおるよ。あと柵みたいなものもあるよ。柵にうまいこと追い込めば捕まえられるかもしれない。シカは警戒心が強いが好奇心も強いんだ。動きをよく観察しよう。はいはい。おい、そっぽ向いてる。おい、そっぽ向くなや、そっぽ向くなや。おい、動きを観察しろってことか。とりあえず青タンがゲットできた。この先に道はないんか。なんか食ってるね。おお、入る入る。で閉じるってあるんやけど、ああ、なるほどね。でこれで開ける。まあこの中も探索できると。閉めないでよゆきじくん、閉めないでよゆきじくじゃん。そういう荒っぽいポケは嫌いよ。俺が言うな。観察ったって何しよんこいつしか見えんもんな。はい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 。ああ、そうかそうか。なんかは俺言う、なんかりんちゃんのおる方向と逆の方向いっけるわこいつ。気がするんやけどな。ちょっと違うかな。いや、やろ、トップ向くもんこいつ。それを踏まえてちょっと出直してみようか。あれ、ちょっとなんで花札ある。まあいいや、後にしよう。で先回りしてこう入るじゃないですか。でこう来る。よしよしよし、もうちょいもうちょい、もう一丁もう一丁、おいもう一丁、もう一丁、お前もう一丁、もう一丁や、もう一丁や、もう一丁向こうに行け。そっぽ向いてないやろかお前。ああ、もう一丁や、こら来んじゃねえよお前。そっぽ向かんのじゃないんかよ。おいおいおい、そう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 、こっちこっちこっち、いいよこっち。あーいおい、いい気づきやろ、来いや、こっち来いや。よっしゃ、そっちそっち。あーいおい。こいつ何がしたいんや。よし、そう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 、もうちょいもうちょい向こう、もうちょい向こう、もうちょい向こう、よしよし、いいよいいよ、そのまま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 、そのまま、そのまま、そのまま。ちゃう、そっちじゃない、ちゃう。そう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 。よっしゃ、追い込め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 。よっしゃー、よっしゃー。やっちゃったー。あれ、どうすればいいんだろうね。あれ、閉じ込めた方がいいけど。よっしゃー。ああ、相変わらずそっぽを向いたまま。逃げる気はないようだ。鹿さん、どうして無視するん？うちのこと嫌いなん？10月の鹿は誰に対してもそうだよ。逃げないってことは、凛ちゃんを嫌っているわけじゃない。鹿さん、鹿さんもうちと一緒に行こう。よっしゃー。目的のもんはゲットしました。で、これ、いつの間にか落ちとったの気づかずに怒ったと。あれ、どこ光った。いちいちどこ光ったかわからんようになる。よっしゃ、いい感じに進んでる。じゃあとりあえずこのパートはこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。